やっぱ FPS が夢の30代じゃん。あ、20代に突破した。やばい、若返りしていく、若返りしていく。FPS が若返りじゃん。出しつつ、出しつついく。出しつつ出そう。ゲート開けつつ、すごくない、この人。豚も、あの、なんかもう放出していくよ、あれ。やばい、FPS3 やねん、今日。マジで、今 FPS 夢の10代なんじゃけど。あ、やばい。9になった。やばい。じゃあ、放出するよ。うん。そっ、近づけん。あげた。おー、やばい。今日豚のシャワーや。やばい。食い放題や、豚。豚肉食い放題。やっぱ。一回、あれ、定期的に締めるべきやな。あれじゃね、晴れ時々豚。あー。すごい怖い、ちょっとグロい。あ、これゲートも開閉をレッドストーンでできました。よかったか。そうやな、ある程度溜まってきたらもう一回やるわ。よし、行くで。了解。パートか。あれ、いや、まだ開いてない。あれじゃない？うん。山、まあ、もしくはもう遠距離からミサイル撃ち込んで。あもう、コッパ名人にすんのか。このライラクシアンがめっちゃゆっくり降りてきた。おい、まず。いや、開けようか。切るはず。黒く止めるか、開けようか。じゃあ、俺が開ける。頑張れ、うちのパソコン。オッケー、頑張れ。よし、開いた。オッケー。よし。第2ゲートオープン。オッケー。おー、ミサイルオープン。やばい。怖い。豚の侵入者これ。こいつらが死んでへんかったなって考えるとやばいな。やばい。やっぱ滝やで。豚の滝やマジ。食べ放題じゃん。食べ放題じゃん。養殖や。ゲート閉じる？一回閉じようか。やばいやろ。やばいよ、電車。やば。まだある。あ、エッグ切れる。第3ゲート閉鎖。あ、切れた。あ、切れたね、もう。開けちゃえ。もう最後一気に溜めてから、吹っ飛ばすか。そうやな。ちょっと遠くから、何がいい？ハープーンでいいかな。吹っ飛ばせる回路作っとこう。一歩前に出るだけで TNT で。そうしたらハープーンとか装備重すぎて多分撃たれへんやん。あのさ、クーゲルパンツァー準備しよう。ああ、いやもう普通にさ、もうこの観測位置があってさ、こう観測位置があって、ここに TNT 置いて、でここに貫通板置いといて、でタイミング見てこれ踏むんだらそこは泣くやろ。なるほど。そうしようってことで再装填が必要だ。今もう貫通板置いたから踏んだらあかんで。でこれゲート改造するわな。俺ゲートいらんか。もうそうする。最悪、感圧板だけじゃなくて、ちょっと、一応ボタン式にもしとこうや。感圧板だったら下手したら汚染可能性がある。え？ないやろ。ある？わからん。こうしとこう。こうして。これ確実やろ。一歩前に出たら、チュドーン。TNT の量はこうしとこう。よっしゃ、入れよう。わお、いく。なんじゃ。ちょっと、一回空にしようかなと思って。ああ、そんなかな。
まだまだ残っとったか、この中に。オッケー。